中失礼いたしますね、皆様。どうしたの、フェア？もう次に出発しなきゃって感じ？はい、もうそろそろ。ですが出発する前にお礼を言いたくて。そんな、いいよ、別にかしこまらなくて。っていうかネプテューナ、むしろあなたがかしこまりなさいよ。完璧にくつろいだままの姿勢とは。やるな。女神様同士だから失礼にはならないのかしらね。そんなことはありませんわ。ネプテューヌに常識がないだけで普通に失礼ですわよ。今さら何を言っても無駄だけど。まあネプテューヌちゃんらしいよ。気にしないですよ。皆様もそのままでお聞きください。で、改めて何？皆様、ここまで本当にありがとうございます。ネオチューブ、クックニア、ノベリア、皆様はこんな短期間でもう3つも国を救ってくださいました。そのおかげで現状、惑星の崩壊を免れることができています。すべて皆様が救世主として惑星中の住人の心を掴んでくださったおかげです。ほら、こんなにも惑星の活力である感動エネルギーが集まったんですよ。あ、なんかすごい。これまでに見たものとは比べ物にならないくらい力強さを感じるね。これが皆様が動いてくださった成果です。本当にありがとうございます。だからかしこまらなくていいってば。そうだよ。だって惑星エモの危機を救うのは私たちの使命なんでしょ。その通りであるぞ。我々にドーンと任せておくがよい。そういえば最初に聞いたあの歌、どうしたのよ。いや、ふと歌の内容を思い出せたんだけど。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて大地を支える繁栄の大樹となる。これってさ、惑星のためにある歌なのかなって。想像、感動、愛情。そっか、惑星の繁栄に欠かせないものをこの歌で言ってるんだね。あら、言われてみるとそうかもしれませんわね。感動がなくなれば愛情もなくなって惑星は終わってしまう。それってオワコンかってことよね。さすがは伝道女神。この惑星の繁栄のために歌の教えを大事にしてきたんだね。私がそんな歌知るの？知りません。え、だってあれはフェアが。そうだぞ、我も確かに貴様から聞いたのだぞ。どういうこと？さあ皆様、そろそろ次の国に向かってくださいね。次はツウィニアという国です。こちらも順調に国を救っていっていますが、侵略者たちの脅威は未だ衰えておりません。敵が攻勢をさらに強める前に、どうかよろしくお願いいたします。うん、分かったよ。まあとりあえず行こうよ、ネプテューヌちゃん。みんな。そうね、ここまで来て侵略者を止めきれなかったらとっても悔しいものね。そうだね。よし、行こうみんな。ブランちゃんへのプレゼントっと。人気がどんどん出てきたな。やはり僕の目に狂いはなかった。ほら、乗るじゃない。おー、女神の皆さんじゃないですか。今日も可愛いがすぎますよ。あ、うん、ありがとう。のるちゃんが広げてるのってプレゼント？誕生日だったんですの？ああ、違うんです。これはファンから
から皆さんへのプレゼントを仕分けしていたところでして。本当に？私のもあるの？もちろんです。ネプテューヌさんにはこちら。やったー！早速開けるよ。この大きさと重さ、これはもしや。続いてノワールさんにはこちらです。これはもしかして。あ、ノワール、何をもらったの？何か広げるの大変そうだから後で開けてみるわ。そんな大変じゃないじゃん。これって服？ネプテューヌ、いつの間に！広げないでよ。プレ衣装ですよね。しかもノワールの推しキャラじゃなかったっけ？これがコスプレ衣装なのね。初めて見たわ。あなたよく鏡の前で一人で見られてないつもりなんですが、私コスプレ衣装とか見るのも触るのも初めてだけど、よくできてるのね。着ることはないかもしれないけど、ファンからの贈り物だもの。これは大事に飾らせてもらうわ。そういう割にはしっかりサイズ欄見てたわね。後で着るつもり満々ですね。顔が見えてきますよね。そしてブランさんにはこちらです。あ、これは放送開けなくてもわかるかも。こっちの世界の本、ね。やっぱり。漫画だったら後で読ませて。小説よ。ネプテューヌも読みなさいよ。面白いのたくさんあるんだから。形は睡眠導入装置だからな。いや。そして、ベールさんにはこちらです。あら、私も本ですのね。これは、ベールのはどんなのだった？よかったら読み終わった後で交換しなくていいわ、多分。それってユリボン？そうみたいですわ。お姉様に。で、あら、もしかしてこの子気づいてる？ああ、これってユリ要素を兼ね備えた男の子同士の BL 本ですわ。またすごいとこ来たわね。こんなに可愛らしいのに厳密には妹じゃないなんて。欲しい、いろいろと惜しいですわ。でも待って、この展開キュンキュンしますわ。これはこれでありかもしれませんわね。皆さん喜んでいただけたようで何よりです。ファンってすごいね。私たちの好きなものちゃんと分かってくれてるんだもん。別に好きとか公言してないのに、ちょっと配信しただけでここまで見透かされるなんて。私たちのちょっとした言葉や仕草から頑張って読み解いてくれたってことよね。しかも好きかもしれないってものまで抑えてくれるなんて。ああ、恐るべしね。プレゼントの仕分けをしていたところなんですよ。本当？私たちこっちの世界でもプレゼントもらえるくらいファンが
着と私たちの人気が拡大していってる証拠ね。このまま右肩上がりに行きたいところだわ。そのためにはもっとファンサービスあふれる企画を増やして。ゆうちゃんとばまたそうやってすぐ計算始める。早くプレゼント見てみようよ。ああーごめんみー。そうね、見てみよっか。じゃあこっちがみーさんの分で、こっちがゆうさんの分ですね。ありがとうのるちゃん。花びらの形が可愛らしいわね。ミーの好み分かってるじゃない。ゆうちゃんはどうなの？私の方は歯車のブレスレット、なかなかにかっこよくて可愛いわ。どっちもセンスある。よく見つけたわね。いいファンに恵まれてますね。あ、この大きいのもお二人へのプレゼントですよ。まだあるの？ミーはピアノ弾けるからね。よかったじゃない。ゆうちゃんの方は？私のことは別にいいじゃない。それより戻ってキーボード弾いてみてよ。それは後でやってあげるから見ててよ。いや、そんな見せるものじゃないし。もういいから見せてってば。あ、ちょっと待ってミー。プリティセーラーの衣装だと思う。この世界のだから本当は違うものかもしれないけど。それでセーラー服にドレスを組み合わせた感じのデザインなんだね。ゆうちゃんって実はそういうの好きだよね。あ、うん、あまり周りに喋ったりはしてないけどね。いいと思うな。それにゆうちゃん可愛いし絶対に。でもなんでファンのみんな私たちの好きなもの分かったんだろう。びっくりだよね。ほんとね、全然これが好きなんて言ってないのに。まあでも分かってもらえてるのって嬉しいね。ええ、もっと頑張ろうって思えるわ。うん、ファンのみんなのためにもこれからも頑張ろう。やっぱりフェアちゃん何か変じゃない？そうね、どうしてあの歌を知らないなんて言ったのかしら。初めて会ったあの時、フェアは確かに歌ってた。そう、私たちが目覚めた時に。覚えてますわ、私もこの耳で聞きましたもの。だから知らないはずはないのに。我らの時も歌ってくれたぞ。聞き間違いなんかでは断じてない。そういえば前にヴァイスちゃんが歌の続きを聞いた時、歌うの拒んでいたわね。覚えてるわ、今はそんな気分になれないって言ってたわね。それもそれでおかしい話ね。前は気分じゃない、今回は知らないだなんて。もしかして本物のフェアちゃんはあの歌が嫌いなのかな。どういうこと？私たちが歌を聴いたのって仮想空間のフェアちゃんじゃん。そっか、確かに AI のフェアからしか歌を聴いてないね。なるほど、 AI と本物で好みが違うってことね。まあ性格も違うから好き嫌いも違ってくるのかもしれないわね。フェアは歌が嫌いだからその話は聞きたくない。だから適当にはぐらかして前回と今回で矛盾したということ。うん、適当にごまかした時って何言ったか正確には覚えてないものかなって。まあありえなくはないわね。そうだとするなら本物のフェアに歌を聞いたのは申し訳ないな。嫌いだったなんて知らなかったんだもの。しょうがないわよ、ヴァイスちゃん。地雷っていうなら、こ
それ以上は聞かない方がいいのかもしれないわね。でもいい歌なんだよね。響きが心地いいっていうかさ。いつかまた歌ってもらえたらいいよね。そうだね。全部救い終わったら聞いてみよっか。ファンからのプレゼントが今日もまた。みんなのトップアイドルへの道も順調だ。お、ロルルンじゃん。何やってんの？キリさん、ちょっと見てください。これファンからお二人へのプレゼントですよ。うっそ、マジで？こんなに届いてるの？すごい。ちょうど仕分けしてたところなんですよ。はい、これがマウリさん、こっちがキリさん。なにこれ、アクセ？うわ、めっちゃセンスいいじゃん。これも、この小物もかわいい。私の好みを分かってるとはやるね。ねえねえ、キリの方はどんなのが入ってた？って、ちょっと待った。何するのマウリ、返してよ。横取りするつもりはないけど、これはキリ、あんたには渡せないかな。でもそれ自分がもらったものだもん。返してってば。あ、ちょ、ダメだって。これはいいね、マウリ。王子のクラウンと姫のティアラだなんて、さすが私のファンはよくわかっている。ああ、変わっちゃったよ。マウリ、せっかくのプレゼントだ。一緒に身につけないかい？いや、てかちょっと顔近いから。そんなこと言わずに、姫、私のティアラをどうか受け取ってくれ。くっ、よくもそんな恥ずかしいセリフをポンポンと。マウリはテレ屋さんだな。そこが可愛いところではあるけれどね。わー、キリのバカ。ごめんごめん、悪かったって。だからそんなに暴れないで。そこだ。はぁ、よかった。早めにクラウン取り上げることができて。たく、キリが変身するの知ってて面白がって送ってくるんだから。もうノルルン、このクラウンとティアラちょっとの間でいいから預かっといて。構いませんけど、いいんですか？今の見たっしょ？あれが続いたらこっちの体が持たねえの。はぁ、疲れた。あれ、マウリ、今なんかあった？いや、なんも。そう？あれ、プレゼント一つ開けたような気がしたんだけど。体が痛い。 Yeah! ナイスダンシング。初めてなのにやるじゃねえか。とっても良かったぜ。そうでしょ？心が震えただろう。これがビーチチックだ。すごい、すごいよこれ。楽しい。うん、まだ胸がドキドキしてる。二人ともすごいダンスのキレ。私たちミュートラルとしてずっと歌もダンスもやってきたからね。でもみんなもよく動けてたよ。あとは思いっきり動けば大丈夫。まだちょっと気恥ずかしさはあるけど、そうね、思いっきりやらないとね。ダンスがこんなに楽しいものだとは知りませんでしたわ。踊る方もだけど見る方もね。バッチリハートに刻まれたみたいだな。ほら、リアルタイムでも配信してるから、早速視聴者のコメントがどんどん来てるぜ。ほう、それはまた面白いな。バレーの賞賛コメントの具合はどうだ？リッコ、あるわよ。バイスちゃん可愛いですって。かっこ
に照れてんの。照れてなどおらぬ。ただ我のあのダンスをそう捉えられると思わなかったかな。いいじゃない、褒められてるんだから。そうなのだが、恥ずかしいではないか。ねえねえ、私へのコメントは。あ、私もコメント見たい。ちょっと待ちなさいよあなたたち、そんなに押さないでゆっくり見なさいっての。どうだファンたちのコメントは。それだけでも嬉しいものだろう。いいか、ファンポイントがたまれば君たちはもっと有名になれる。そして俺は君たちのファンポイントを増やすためにいろいろと手伝おう。これが俺のプロデュースだ。そんなわけでこれからもよろしくな。はい、よろしくお願いしますプロデューサー。私たちガンガンとファンポイント貯めちゃうからね。今日のダンスも気持ちよかったね。だいぶ踊れるようになってきたわ。さすが私と言わざるを得ないわね。そりゃ鏡の前でコスプレしながら踊ってるんだもん。上達早いに決まってるって。か、なんで知ってる。じゃなくて何のことかしら。私には全く意味がわからないわ。本当にダンスしたことなかったのかい、ノアールちゃん。君もなかなかに上手なんだが。だからないってば。私のセンスとスコキン、あなたの教えがうまいおかげね。確かにスコキンさんはプロデューサーさんだけあって教え上手だよね。褒めたって何も出やしないぜ。でもあなたって伝説の動画投稿者だったのよね。どうしてプロデューサーになったの。しかも元の惑星を出てまでこのエモになぜやってきたの。それは私も気になってた。もしかして飽きちゃったの。ああ、それ聞いちゃう。いやまあ隠してるわけじゃねえんだけどな。俺は確かに伝説の投稿者として惑星にその名を轟かせた。そこまで上り詰めていく間は楽しくて楽しくて仕方なかったぞ。だが上り詰めた時俺は気づいた。もう自分にプライベートがないってことにな。仕事が忙しすぎたってことなんですね。いや違うな。そもそも俺は動画投稿者だ。休もうと思えば好きな時に休める。プライベートがないってのはファンに押しかけられ続けたってことなのさ。四六時中私生活を誰かに監視されてる。そんな風に思ったらもう安眠もできなかった。俺は限界が来てそれで引退したんだ。それは辛いわね。人気者の定めかもしれんが、でもそれはあんまりであるな。そこからは早かった。動画を投稿しなくなった俺はすぐに忘れられ抜け殻の日々だったよ。そうだったな。でもでもそん時出会っちゃったんだよね。スコッチってば、すっげーしょぼくれた顔して歩いてたくせにさ。あーしたちを見た瞬間、目を輝かせながら声かけてきたんだよ。今思えば、あれって運命的だったかも。トントン拍子で、この惑星エモまで来られたし。だね。スコッチがいなかったら、あーしたちはやばかったね。そういえば、マウリたちを送り届ける代わりにプロデュースさせてほしいって話だったわね。そう、だから俺はこの惑星にやってきた。けど、それだけじゃないんだ。俺たちの惑星は平和なんだけどな。コンテンツが頭打ちっていうか、マンネリ化してたんだ。けど、マウリちゃんとキリちゃん、二人の VTuber に出会って、俺は自分の惑星にないパワーを感じた。もしかしたら、そこに衰えを感じる俺たちの惑星を救うヒントがあるんじゃないかって思ったんだ。きっと引退した今の俺がいるのは惑星を救うためだ。だから君たちからヒントをもらいたい。あーしたちにそんな大層なもんがあるかはわからないけど、力になれるならなるよ、スコッチ。うん、全力でプロデュースされるよ。あ
ありがとな、マウリちゃん、キリちゃん。出会って日も浅いけど、この世界のファン第1号だしね。とまあこんな感じで、スコッチはチャラいけど、プロデュースへの情熱はガチだからさ。みんなもスコッチのプロデュースに付き合ってあげてよ。もちろん、私たちの方こそトップアイドルになるために力を貸してほしいもん。スコキンがいればまさに100人力だものね。うん、よろしく頼むぞ。めっちゃファンが増えるダンス動画教えて。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。サンキューな。よし、改めて俺がみんなをトップアイドルにしてやるぜ。今日もお疲れ。いや、今日もかっこかわいい踊りになったね。今日の動画の反応はどうかしら。ん？通知が来てるわね。あ、スコキン宛てだ。ねえスコッチ、あんた宛にメッセージ来てるよ。ああ、分かってる。歯切れが悪いわね。見ないの？ああ、まあ大体内容は分かるからな。それ、この惑星での活躍を聞きつけて、ファンが俺にくれたメッセージなんだよ。遠く離れても応援してもらえるなんて、すごいじゃありませんの。やるじゃん、スコキン。まあな、引退したってのにありがたい話だ。でも積み上げたものはゼロにはならないんだな。顔を隠して活動したってすぐに俺だって分かってくれる。ファンは見てくれている。ファンとの絆ってやっぱすげえな。あら、落ち込んでいたように見えたんだけど、メッセージも見ようとしないし。でもテンション高いわね。スコキン、何か変な感じね。一度つながったファンはいつまでも応援してくれるんだね。それだけスコキンさんが情熱を傾けてきたってことよね。私たちもいつかそんな V アイドルにならないとね。でもどうしてメッセージ放置してるの？ファンから来たのだったら見てみればいいのに。ああ、せっかくの応援だ。見るべきだってのは分かってるんだけどな。またファンに特定されるのが怖い。そういうわけじゃない。ここなら簡単に押しかけられることもないだろうしな。ほら、俺ってこの惑星では無名だけど、あっちでは超有名人なわけ。近隣の惑星の著名人とも交流あったし、例えば惑星 BKP では有名アーティスト、惑星1では有名漫画家とかな。でも俺が失踪するように引退しちまったもんだから、心配かけたと思うと申し訳ない気持ちでね。だから彼らのメッセージを見る勇気がなかった。そしたらファンからのも見られなくなっていってね。でもプロデュースっつう新しいことを始めたんだ。いつかけじめつけなきゃとは思ってるよ。向き合えるようになると良いな。だな、笑って全世界に発信できるようにしねえとな。なんせほとんどの人間がまだ俺のこと失踪したまんまだと思ってるからな。まあみんなは急に失踪したりすんなよ。後が超大変だぞ。いや、しねえから。マオリ、私たち元の世界では失踪扱いなんじゃない？そうだった忘れてた。ああ、もう出席日数やべえじゃん。心配するとこ、もしかして私たちも失踪扱いなのかしら。まあそうじゃない。それやばいじゃない。私たち守護女神が長い間離れるなんて。そうね、妹にはまだ任せられないし、ちょっと心配になってきたわ。私もよ。ユニはできるっていつも言ってるけど、あの子一人にはまだこなせないわ。私はもともとネブギアにほとんど任せっきりだから関係ないんだ。あなたはもう少しちゃんと働きなさいよ。こんなところでニートっぷりが功を奏すなんてね。はあ、私にも心配する妹が欲しいですわ。誰か私のもとに来ないかしら。
誰でもウェルカムなのに。なんかベールちゃんだけ悩んでるポイント違うね。まあでも一刻も早く世界を救って元の世界に戻らねばならぬな。みんな誰かしらに心配かけてるものね。スコッチも自分の惑星に大事な人たちがいるなら少しは気にかけてあげなよ。ああ、わかってるぜ、マウリちゃん。みんなも心配かけて悪かった。まあ、君たちの人気上昇に比例して俺の活躍も知れ渡ってるっつう話だ。よし、締めっぽいのはこれで It's End。 これからもよろしくな、みんな。みんな、今少しいいか？どうしたの、スコキンさん、そんな改まって。みんなに礼を言いたくてね。ここまで本当にありがとう。ちょっと、どうしたの、スコキン。なんからしくないよ。いつもの、いやあ、泣き様はどこに行ったのだ。俺だって真面目な話の時は姿勢を正して話すさ。君たちは今やビートチックのトップスターだ。この惑星にいる君たちには実感がないだろうが、惑星ブンブンではもう有名人なんだよ。そうだったの？ポイントを稼いできたのは確かだけど、まさかそこまでだったとはね。で、今日は実は折り入って相談があるんだ。俺と写真を撮ってくれないか？写真？インスタントカメラ、チェックイット、略してチェキ。これで一緒に写真撮ってほしいんだ。私たちの世界と同じような名前と機能なのね。っていうか、写真なんていくらでも撮るけど、それが相談なの？ああ。え、そこは一緒にブンブンに来てくれないかとか、そういう話じゃないの？まあでも、この惑星の危機を救ったら私たちは元の世界に帰らないといけないわけだしね。元の世界のことを考えると他の惑星を観光する余裕もなさそうですわね。そこは俺も理解してる。そんな野暮なことは言わないさ。だからいつ君たちが帰ってもいいように写真として残したいんだ。それに俺はもうプロデューサーの垣根を越えて君たちの一ファンなんだよ。プロデューサーがそこまで思ってくれるなんて私たちも幸せだわ。うん、スコキンにそう言われるととても自信がつくぞ。でもそうだよね。当たり前だけどさ、いつかは別れる日が来るんだよね。やっぱり黙っておくのはなしだな。みんなにもう一つ報告がある。君たちがこの惑星を去ったら俺もブンブンに帰ろうと思ってるんだ。ブンブンってスコキンがもともと活動してた惑星だっけ？でもそこって、はあ、俺にはいろいろあった場所さ。いいことも悪いこともな。私たちが帰ったらプロデュースする相手がいなくなっちゃうから帰るってこと？いや、そうじゃない。俺も本当はこっちで生きていくつもりだった。だが見つけちまったんだ。それ前に言ってた惑星ブンブンがマンネリ化してるってことに関係あるの？ああそうだ。衰えを感じてたブンブンをどうにかできないかって俺は考えてた。で、最近ブンブンの近郊でデジタルホムンクルス、デジホムってコンテンツが生まれたんだ。なんとそれは電子生命体を生み出す最先端のコンテンツなんだ。これはもしかしたらバーチャランドを揺るがす大コンテンツになるかもしれない。スコッチはそれをやりたいの？はあ、実は俺のこれまでの実績が認められてテストデジホムのプロデューサーとして招かれたんだ。そのデジホムの成功次第でブンブンはもちろんバーチャランドに革命が起きるかもしれない。だからそれを俺が担えるのならぜひやってみたいって思ったんだ。すごい、スコキンさん。敏腕プロデューサーなんて肩書きどころじゃないわね。すごくなんかないさ。だってこんな話が来たのも君たちがいてくれたおかげだからね。俺のお願いに付き合ってくれてありがとう。本当に感謝してるよ。何言ってるの。お礼を言うのはこっちの方よ。
そうだよ、スコキンのおかげでこの惑星に私たちの名前が広まったんだから。感動エネルギーが枯渇しないで済んでるのも全部あなたのおかげなのよ。ああ、私たちだけじゃきっとどうにもならなかったよ。ありがとうな、みんな。そう言ってくれると俺も嬉しいよ。ほんと、マウリちゃんとキリちゃんにビビッと感じた俺の感性は正しかったってことだな。うん、当たりだよ。マジで宝くじ当たる以上の幸運だかんね。分かってるって。俺はきっとバーチャランド一の幸せもんだ。まあそういうわけだ。でもだからといってここで手は抜かないから安心してくれ。君たちが帰るまでの間、俺は全力でプロデュースする。それは約束する。さすがスコッチ、頼りにしてるね、プロデューサーさん。ああ任せとけ。で、ここまで協力したんだ、必ず惑星を救ってくれるよな。もちろん、めちゃめちゃ救ってやんよ。それを聞いて安心したぜ。じゃ、互いにベストを尽くそうぜ。よし、それじゃあチキッチョー。皆さん、ツウィニアに着きましたね。はい、僕の方はいつでも配信開始できますよ。それでは皆さん、配信スタート。今回も無事に動画配信をスタートできたぞ。リア、ちょっといいかい？なに？ノルニ、しばらくここを任せるよ。用事済ませたらすぐ戻ってくるからね。うん、わかったよ。マウリさん、キリさん、いるよ。じゃあ自分たちでノルの後をつけてくるから。はい、よろしくお願いします。今度もまたすごい国ね。ああ、吹き出しとかが浮かんでる。なんだかすごい情報量。もしかしてこれ浮かんでるのってつぶやき？あ、そういうことか。知ってるの？通じて情報をやり取りするサービスのことですね。あら、オンラインゲームみたいなものかしら。ゲームではなく、個人なんかが情報を発信したり共有したり、そんな感じです。ものは試しだ。その辺にあるつぶやきを見てみようぞ。なになに？5時間並んで流行りのもちもちミルクティー買った。期間止まっても出社を諦めないとか、社畜すぎてくさ。あ、イルハートちゃん、こだって。こっちでも人気なんだね。他にはハッシュタグイルハート出せってつぶやきがある。何のことだろうね。まあこんな感じで個人がそれぞれ好きなことをつぶやいたりするのが主な使われ方ですね。ゲーム内チャットみたいなものですわね。まあそれでいいです。ねえ、なんかトゲトゲしいのがあるわ。どれ？本当だ、人気のカフェのことつぶやいただけで意識高い系ってひどいな。こっちにもあるぞ。アニメのことつぶやいただけで典型的キモオタ黙れってかな。こっちにもあったわね。この悪口つぶやいてるのって同一人物のようね。そうなの？こっちはツイニア管理人ってアカウントだよ。我の方もだ。私もその人ですね。悪口言ってるのがみんな同一人物ってこと？そう、ここに見えるあらゆるつぶやきに対してクソリプ送って反感買ってるみたい。ツイニア管理人ってことはこの国の管理人ってことよね。それはつまりこの SNS の管理人でもあるはず。これがこの国のコンテンツだよね。どうして管理人がそんなことするの？
SNS を利用している企業アカウントが暴走していらないことつぶやいて炎上することはあるけど、でもその SNS の運営が悪口言ったり暴走するなんて聞いたこともないわ。それって発根臭の仕業なんじゃないかしら。そっか、そうね、それが一番可能性が高い。ネオチューブも侵略者が運営を乗っ取ってたもんね。まあ悩んでもわからないならとりあえず先進もうよ。そうね、きっとすぐにわかると思うわ。確かにそうだね。じゃあ先に進もう。うわ、めっちゃキョロキョロしてる。やっぱり後ろめたいことでもあるのかな。そうじゃないといいけどね。さ、どこに行くのか後をつけよっか。ここはクラウド？ネプチューヌたちに会いに来た？ネプチたちはツイニアに行ってるっしょ。なんだろう、フェアリーにでも用があるのかな。話が違うじゃないですか。ノルルンの声じゃん。協力したら VTuber たちにはもう手を出さない、そういう約束だったはずです。いつどこでそんな約束をしたというのだ。だってこの前。約束をしたというのは契約書を出せ。契約書なんて作らなかったことはそっちも分かっていることでしょ。なんだ、ないのか。なら約束をしたことにはならないな。いいか、契約なら書面でするんだ。口約束なんて契約にはならない。おいおい、ダメじゃないか。協力してくれたんだからねぎらってあげないと。はい、ご苦労様、ありがとうね。まあ、騙されたか、君は。でも、アイドルのアシスタントごっこができたんだ。よかったじゃないか。約束だったろ。お願いです。どうか約束を守ってください。チューバーたちを、これ以上ひどい目に遭わせないでください。どの道、もう終わりだ。お前はいつもみたいに画面の奥で大好きな女の子を応援していればいいの。ノルは VTuber を助けるために仕方なく言いなりになっていたんだね。でも奴ら、それをなかったことにした。マジで許せねえんですけど。ちょ、マウリ、何をする気？せめて奴らの顔だけでも確認しとく。ダメ、見つかったらただじゃ済まないよ。自分たちは武器を持ってないんだよ。しー、気づかれた。どうした、何かあったか。いや、気のせいだ。ガード、そろそろ準備しないと。やることがあるんだろ。それもそうだな。行くか。気づいたはずなのに、アシラを見逃した？あいつ、一体どういう。僕は、どうしたら。ねえ、マウリ。こういう時ってノルになんて声かけたらいいのかな。どうするのが一番なのかな。やっぱほっとくのがいいのかな。そんなもん決まってるって。あ、ノルルンじゃん。そんなとこで何してんのさ。すごい。あれ、このつぶやきって私たちのことじゃない？本当ですわね。
救世主スイニアにいるぞ。スイニア、これでカツルですね。こっちは俺らのコメントに気づいた、だって。何か繋がったみたいで面白い。嬉しいような、ちょっと恥ずかしいような、なんだか言葉よい感じですわね。みんな応援ありがとう。私たちの活躍ちゃんと見てね。うわ、すっごい一気にコメントが増えたわ。こうやって知らない人とつながることができるんだ。たくさんの人たちに注目されるのって結構悪くない気分ね。やばいよ、ノワールがハマりかけてる。ぼっちなノワールにはぴったりのツールですわね。誰がぼっちよ。おお、みんながいきなり反応してる。すごい、ぼっちっていう単語がゲシュタルト崩壊するレベルで書き込まれてる。だからぼっちじゃないって言ってるでしょ。ノワール、ぼっちかわいい。ノワールさんのソロキャン。ぼっちでも救世主していいですか。ぼっち女神最高かよ、だって。だからぼっちぼっち言うな。ぼっちが気に入らないのなら孤高とか超越者とかいいと思うのだ。意味はそのまんまじゃない。本当だ、一気にバズったわ。きっとバイスがみんなの金星に触れたのよ。ほほう、我に注目するとは見どころがあるではないか。どれどれ。ヘロイン降臨。あのことは言うな。でもなんだかんだでみんな好意的な発言ばかりね。みんな仲いいな、ですって。見てるみんなも楽しんでくれてるみたいだね。待って、ツイニア管理人が住人のつぶやきにまた悪口返してる。何？またそいつクソリプ送ってんの？まったく、今度はどんな内容？可愛さアピール必死だな。性格悪そう、プロ意識低すぎ、救世主かっこ笑い。恥知らずな救世主がいたとかもあるね。救世主と発根衆の信頼度は違いすぎたって。ちょっと待った、今思いっきり発根衆とかあったんですけど。あ、本当だ。しかもリプしたのツイニア管理人だよ。それ自分で発根衆だって言ってるようなものですね。やっぱりこのツイニア管理人はワンダルの発根臭で間違いなさそうね。それにしても一体何がしたいのかいまいち分かりませんわね。何か他に思惑があるのか。単に煽るのが下手なだけかも。どっちにしても悪いやつはやっつける。だって私たち救世主だもん。ミーの言う通りだね。なかなか炎上しないものだ。ムカつくアカウントは停止してるし、みんな大好きクソリプ攻撃もしてるってのに、 SNS ってのは難しいな。はっ、弱気になってはいかん。この国をオワコン化しなければ、それこそカド様に燃やされてしまう。まったくどうしたもんか。おお、いきなりすごい大炎上じゃないか。誰のつぶやきだ。いいぞいいぞ、これだよこれ。こういうのを待ってたんだ。よし、私が利用してやろう。はっはー、ツイニアの管理人がいるのってどこかしらね。待って、さっきからやけにつぶやきが多くなってきてるわ。私たちのことで？いいえ、違うみたい。みんな同じマークをつけてつぶやいてる。ハッシュタグね。つぶやきは独り言だけど、ハッシュタグをつけて共通の話題にするの。あ、なんか返してって言ってる。返して
管理人がまた何かやってるってわけでもないみたいね。発端はこのこたつっていう人のつぶやきみたいね。何何？突然ですが、アニマルプラネッツの制作から外れることになりました。すみません、とても残念です。だってそれが炎上騒ぎに発展したきっかけだっていうの？その直後にこたつ D を返してというコメントが大量に増えたので間違いないですわ。 D はディレクターの略称、つまり監督ね。このこたつって人、どうやら我らの世界で起きるようないつもの炎上のようなのだ。詳しくはわからないけど、大人の事情ってやつみたいね。やっぱり発酵臭の仕業なのかな。多分だけど、これには無関係ね。こういう形の炎上は誰かに操れるものじゃないと思う。できたとしても当事者かそれに近い人だけよ。スウィニア管理人のアカウントは全くの無関係だった。じゃあたまたまの偶然ってことなんだね。うわ、どんどん大騒ぎになっていってるよ。なんだかみんな言い争ってるわね。始まったわね。始まったって何が？嫌なことがあったら原因が知りたくなるでしょ。 SNS ではそういったことが起きると気になる人同士の情報の発信が盛んになるの。原因は何だろう、あれじゃないか、もしかしたらこれかもしれないという具合にね。当事者しか真実はわからないはずなんだけど、ただの憶測がいつの間にか真実ということになっていたりする。でもそれは好きなスタッフや作品のために、自分の正義のためにやっていることなのよ。この炎上はきっとそんなファンたちの叫びなんだと思う。ってことはファンが作品のために炎上してるってことだよね。ゆうちゃん、こういう時私たちはどうしたらいいの？少なくとも私たちに介入する余地はないわね。当事者がどう対応するかにかかってるはず。でも当事者が対応を誤ったり、ファンが原因を特定したら彼らが一斉にアンチになってしまうかもしれないわ。この国の住民が一斉にアンチに？それはまずいのではないか。それにこの炎上を発酵臭が利用してくるかもしれないですわね。燃料投下、それって超ヤバいじゃん。まったく、自分たちの国の危機だというのにアニメがどうとかスタッフがどうとか悠長なことなのだ。この国の人たちは危機感なさすぎだけど、好きなものはどんな時でも好きでいたいのよ。大変な時にも好きなものを忘れないって大事なことだと私は思う。ゆうちゃん、違う、これはその、そういうことを本で読んで。わかるよ、世界は違っても作品に対する愛は私たちの世界と同じってことだよね。私たちの世界ともですわ。そうね。なら私たちにできることは、この炎上を利用して悪さをするかもしれない発根臭を見つけて倒すこと。つまり今までと同じってことだね。じゃあそうと決まればレッツだぞ。ゴーゴー。あ、ゆうちゃん、さっきの言葉かっこよかったよ。習字にして飾っておきたいくらい。うるさい。とにかく発根臭を見つけるわよ。これ以上アンチを増やさせてたまるかってのよ。やっと見つけたぞ。まったく、面倒な場所に作ったものなのだ。バイスちゃん、張り切ってるわね。そろそろ我のかっこいいところを視聴者に見せるべきだと思ってな。ゲロインのままじゃ嫌だもんね。ゲロイン言うな。そういうこと言ってはダメですわよ。ヒロイン市場としては未開拓エリアな感じもしますし、可能性は感じますわ。これ以上開拓するつもりなのね。そんなつもり一ミリもない。いいから発根臭のところに乗り込むぞ。お前ら我に続くのだ。いいぞいいぞ。
もっと炎上し続けろいや、一時はどうなることかと思ったが、なんか運よく炎上してラッキーみたいな。あとは放っておいても勝手に燃え広がりそうだ。これで角様に叱られなくて済むというもの。とはいえ何もしてないのもあれだな。よし、とりあえず一方的な意見だけを集めたまとめサイトとか作って拡散させるか。ちょっと待った！お、なんだお前ら。あなたがツイニアの管理人でしょ。もう好きにはさせないんだから。ん？お前たち、そうか、お前たちだな。救世主とか名乗る奴らは。そう、私は救世主にしてアイドル、そして主人公属性を持つネプテューヌ。私も私も VTuber ミュートラルのミーだよ。ふん、お前らのことは知っている。最近ちょっと騒がれてるからな。私は惑星ワンダルの財団経営の一人、発根衆の大延長フレイバードだ。やっぱり発根衆なのね。なぜ皆さんわざわざ自分で名乗るのかしら。主張しておかないと忘れられるからじゃないかな。まあこの後倒されて退場するわけだからな。それに他の発根衆と比べても見た目的にもそのあれだしね。誰が個性がないだって。鳥ですが何か気にしてるんだから言うなよ。そこまで言ってないわよ。自覚はあったのね。意外と繊細な方ですわね。でもでも個性のないモンスターほど意外と強いとか聞いたことあるよ。モンスター言うな。こんな見た目だけども。あとフォローありがとうだ。言っておくが、あのこたつの件は私ではないぞ。あれは勝手に炎上したのだ。私悪くないもんね。あ、でもあれも我々の手によるものかもしれないな。さすがは角様、巧妙に仕掛けてくださったのだろう。あとはあの炎上に私が燃料を投下すればさらに燃え上がってオワコン化完了だ。燃料ってもしかしてあのミミッチー悪口のこと。ミミッチー言うな。あなたには煽りの才能ないのかも。あんなキッズ丸出しのコメント我にだってできるのだ。キッズもやめろ。お子様のお前に言われたくないわ。バイスちゃんはしちゃダメよ。分かっておる。我はそんなことはせぬぞ。ちゃんと話を聞け。っていうかお前らちょっとひどくない。あ、ちょっと傷ついてる。それでどうしてあなたたちはこの惑星を侵略なんてしたんですの？そうよ、コンテンツをオワコン化させてあなたたちに何の得があるっていうのよ。私が教えるとでも思うのか。人に教えを請うときにそんな失礼な口を聞くやつはブロックだ、ブロック。まったく最近のやつは FF 外から失礼します、もうろくに言えんようなしつけのなってないものばかり。また議論の起きそうなことを。とにかく私は教えるつもりはない。そんなに聞きたければ角様から聞くんだな。その角って人はどこにいるんですか？角様と呼べ、角様と。そんなもん自分たちで探すんだな。あなたたちの大将に直接聞けってことだね。しょうがない、そうするか。大して知らないのかもしれないしね。なら話しても無駄よね。それじゃあフレイバードだっけ。今からやっつけるから覚悟してね。調子に乗るなよ、自称救世主ども。かかってくるがいい。熱っ、なんか燃えてる。私燃え尽きちゃってる。うわっ、私は炎上するのが好きじゃない、炎上させるのが好きなんだよ。やった、勝った。これでこの国の侵略者も倒したし、オワコン化は防げたよね。今回も私たちの華麗な動
の方に注目してるってわけね。せっかく救世主らしい活躍をしたのに。いいじゃない、ひっそりと世界を救うのも主人公ぽくって。よくぞここまでやってくれた。誰？初めましてだな。私はカド。そして私はヘイロ。みんなそんな構えないでくれ。あなたがカド。この惑星を襲った黒幕ね。そっちから姿を見せるなんて探す手間が省けたわ。おや、私を知っているようだな。黒幕か。確かにその通りだ。全て私の計画通りに運んだのだから。そなたたちもよく動いてくれた。褒めて使わそう。貴様に褒められる筋合いなどないわ。嫌われたものだね、カド。ねえ、どうしてこんなことするの？それをお前たちに言う必要があるのか。なら吐かせるまで。でもそれもここまで。これで全て終わる。あの時の化け物。やっぱり侵略者たちの手先だったのね。リヒト、我の後ろにつくがよい。バイスちゃん。ソーラ、目の前の奴らを蹴散らせ。ちょっと待って、様子がおかしいわ。この歌、フェアが歌ってくれた歌だよ。それってどういうこと？黙れ。耳障りな歌など口にするなよ。しかし、こいつまさか口も聞けたとはな。それで、戦意はないようだがどうするんだ？やめておくかい？まさか、戦いたくないなら、戦わせるまでだ。感動エネルギー？どうして感動エネルギーを持ってるの？さあ。そうだ、暴走するままに蹴散らしてこい。あの怪物、苦しそう。そうだね、強引に理性を吹き飛ばされたみたい。こんな時に一体何？マウリとキリ？ねえ、ちょっと聞いて。ごめん、こっちも今超ヤバいから後にしてくれる？待って、切んないで。すっげー大事なことだから。そうなの。とにかく今すぐに添付の映像を。ユウちゃん、見ておいた方がいいよ。私の勘がそう言ってるもん。わかった、再生するわ。なあお前、まさかとは思うが、我々の正体をバラしたりなんてしてないよな。もちろんです。そんなことするわけないじゃないですか。首相の心がけだ。お前は腰抜けだからな。で、それが本当だとして、あいつら何か気づいているんじゃないか。
や、すまない。待たせてしまったかい？遅いぞ。まったくお前はいつも勝手な。おや、その姿の君もまた一段といいね。やめろ。そんな褒め言葉など聞きたくもない。これは私の姿などではない。そこの君、大丈夫かい？そんなに怖がっては彼女に失礼というものだよ。いいか、私はいつでもあいつらを排除できる。お前の推しも含めてな。そしてもうその時が来ているのだよ。話が違うじゃないですか。協力したら VTuber たちにはもう手を出さない、そういう約束だったはずです。ほう、いつどこでそんな約束をしたというのだ。だってこの前。約束をしたというなら契約書を出せ。契約書なんて作らなかったことはそっちも分かっていることでしょ。なんだ、ないのか。なら約束をしたことにはならないな。いいか、契約なら書面でするんだ。口約束なんて契約にはならない。おいおい、ダメじゃないか。協力してくれたんだからねぎらってあげないと。はい、ご苦労様、ありがとうね。まあ、騙されたんだ君は。でもアイドルのアシスタントごっこができたんだ、よかったじゃないか。約束だったろ。お願いです、どうか約束を守ってください。チューバーたちをこれ以上ひどい目に遭わせないでください。どの道もう終わりだ。お前はいつもみたいに画面の奥で大好きな女の子を応援していればいいんだ。どうした、何かあったか。いや、気のせいだ。カード、そろそろ準備しないと。やることがあるんだろ。それもそうだ、行くか。そうだよ。何あった。マオリちゃん、キリちゃん、それにノルちゃんも。そこにいるカドがフェアリーになり変わってずっとネプチたちを騙してたんだよ。そんな、なんということですの。我はずっと踊らされておったのか。全然気づかなかったわ。でも映像を見る限り、ノルは角から私たちを守ろうとしてくれていたのね。守られたなんて言いません。そうだね、結果としてはこの子たちを裏切っているよね、ノル。面白いところだったね。いや、まったく、取られてたとはね。許せないね、カド。許せなければどうだというの。もはやお前たちは手遅れなのだからな。何をする気？わからないか？このエネルギーはお前たちが集めたものだぞ。お前たちは私のために世界を救い、このエネルギーを集めてくれたの。どういうこと？侵略したのはコンテンツをオワコン化するためじゃ。エネルギーはこうして十分に集まった。だからお前たちはもう用済みだ。答えろってのよ。そんなことより
君たちはこの怪物の正体に何か心当たりはないかな？まさか。さて、お前はもう用済みだ、セイ。されると思うか？安心しろ。こう見えて私は無駄にゴミを出すのが嫌いでな。用済みのものをアレンジしてちゃんと別の用途に使う主義なんだ。何をするつもりですか？こうするなさ。なかなかに君もエグいことをするね。そうか、無力な女神ほどいらない存在はないからな。使える存在にしてやったマギー。ひどいよ。いや本当にあれは今まで見た光景で一番おぞましいものだったね。おいヘーロ、何も知らないまま戦わせる気だったんだぞ。知っていながら戦わなければいけないというのもまたおつなものだよ。それもそうだ。今アースたちの目の前にいるこの化け物がフェアリー、電脳女神のフェア。信じたくないけど。確かにあの歌を歌っていたわ。うん、そして今まで戦う意志がなかったのもフェアの意志が残っていたからだろうな。そう考えると納得がいくわね。ねえみんな、助けないと。いや、やめた。こういった余興も悪くないかと思ったが、もう少し後に取っておこう。何？じゃああなたが戦うの？まさか、責任を取るべき奴がいるだろう。変わり玉はお前だ、ノル。責任取って、せめて今くらい役に立て。そんな、やめてください。存分に楽しむと思う。では次があったらまた会おう。行かせない。ノル、そこを通して。ネプテューヌ、ダメよ。ねえノルちゃん、正気に戻って。そうだよ、私たちのアシスタントするんでしょ。こんなことしてる場合じゃないっての。みんな仕方ないよ。嫌だけどノルをおとなしくさせないと。説得できる状態ではなさそうね。みんな頼むよ、ノルルンを正気に戻してやってよ。任せてマウリちゃん、私たちが絶対に何とかする。さてさて、見せてもらおうじゃないか、救世主たちの活躍する姿を。ノル、ちょっと痛いけど我慢してね。
ネプテューヌったらワンキルするなんて、どれだけ鬼畜なの。違うって、ノルが弱すぎるんだってば。ノル戦闘力なさすぎでしょ。あらら、足止めにもならなかったようだね。使えない人形だ。まあまあ、それにしてももう少し正体を隠してもよかったんじゃないかい。もう遊びは終わりだからな。君は大胆だね。私は清々しくて好きだが。あとは惑星のコアを奪うだけ。あいつらに構っている暇はないのさ。それにあいつらが今気にしているのはフェアの安否だろうからな。なるほど、絶好の機会というわけだね。さすがはカドだ。では早速始めるとしよう。